ありえるここに立ち、いつも振り返ることがあるよ。大きな立ち、何もかも変わり果てていても変わらない真実のストーリー。出会えた一人一人の笑顔の先に見えたよ。急がず焦らず行こう。さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さん春です。バイクです。バイクの中で何の人生か、私がもう人です。そして皆さんこんにちは、バイクの楽しさ無限大、岸田由美です。はい、ということで我々はどこに来てるんでしょうか。はい、我々はツインリンクモテキに来ています。イエーそうです。今日は勝手にツーリングアワードですが、はい、勝手にツーリングアワードって何と閉鎖なんですかね。勝手にツーリングアワードは全日本ロードレース選手権の今日は開幕戦がありまして、はい、そちらと閉鎖でいたします。来るといいです、うん、来るとですね、こういう愉快な仲間たちがそして、ね、テレビに映れる、そうそう映れる、そうそう、あの後ろの人が映れないかもしれないからちょっとだけこうニュワーッニュワーッ、そうそう、不思議な動きがみんな出てきたりとか不思議なバイクが見えてこれないよね多分オープニングでこれじゃあ早速行ってみましょう。週刊バイク TV。 イエーイ、何やそれ。2019年4月6日土曜日、晴天の中、春を感じる暖かさと桜が咲き誇るツインリンクモテキで勝手にツーリングアワード2019は開催されました。このイベントは全日本ロードレース選手権のモテキラウンドに合わせて毎年行われています。ツインリンクモテキにバイクで来場され、さらにエントリーされた方の中から番組が勝手に表彰しちゃおうというのが勝手にツーリングアワード。入賞者にはツインリンクモテキ協力のもと様々なプレゼントが贈られます。当日はたくさんのライダーにお集まりいただきました。ご来場ありがとうございました。2人は審査のため会場を回っています。予想 の, そのカスタムコンテストっていうのは、はい、どんなパーツがついてるとか、うん、これはいいねみたいな話とかする、タイヤがよく使われてるんです、うん、ない、うちはそうじゃない、ちっちゃい子たちが3人揃ってるのはすごいねとか、これかわいい、超かわいいじゃんね、超かわいい、超かわいい、超かわいいですよ。2人は分かれて見ていますよ。ある意味ですよ、あのオートバイは普通の人を怖がらしちゃいけないっていうのはありますけど、最初から怖いんだもんこの人怖いのを際立たせるとこうなっていくっていう一つの形です。乗ってる人が、ね、あの別に優しければ別にそれでいいんですよきっとうちの前からしばらく歩いてエンジンかけてると思いますから音は結構静かなんで、あ、なるほど、はい、その辺にもちゃんとね、はい、配慮しているということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、います、いやいい感じ、ね、いやいや、なんかちょっとステッカーとかもかなり気になりますねステッカーより気になる人がいたみたいですよ。千葉市からやってまいりました、大門裕太と申します素晴らしい、大門、大門さんは千葉の方です作品名どうぞ。電人座ボーガーですもうこうこうもほら、うん、こことか切れそうでしょ、よいしょ、鉄でも切っちゃうんですか今日は明け方の空を切り裂いて怒りの電流がないと動かないやつですから、怒らないとね、そう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 、今日神さんと喧嘩してきましたねそれも問題ですから、それも誕生日なんですけど今日、ね、あ、
今日留守番してくれてます、ね、大門さんのスケッチブックには何が。週刊バイク TV さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはねお誕生日は誰にもあるんですけど、はいはいはい、じゃん2004年の4月3日今日、うん、放送開始のめでたい誕生日でございます。出てる人間が忘れてるというです、ね、すごいですね、はいはい、ちなみにこの4月3日つながりでこんな格好してきちゃったんですけど、はい、1974年の4月3日にこの電人ザボーガーが放映され開始。なるほど、ちょうど一緒だったんだ。そういうことで、はい、ちょっとお兄さんですけど、はい、12月26日、はい、まあ、人さんの54そうですね、はい、今、ね、今現在54同じ日にですね、私と亀田で入籍しました。おおめでとうございます。なんかいろいろつながりありますね。これから交通安全も記念いたしまして、はい、週刊バイク TV ゴー、こんな感じでゴー、すごいですよ。フリップ芸の方でした。表彰式ではツインリンクモテギエンジェル中村ルナさんと増永エマさんがお手伝いしてくれました。では早速行ってみましょう。ベテランライダー賞の発表いたします。ベテランです。さあ、はい、皆さんに来ました。オギの安幸さん。オギの安幸さんいらっしゃいました。どうぞ。いらっしゃいます。埼玉県の戸田市から参ります。今76です。おお。今日もオートバイでいらっしゃいました。何のバイクで。CB1300 SP SP どよめきましたよ。20歳から62、40年間は全然離れてました。それはなぜ、なぜ離れ、車の方が、あ、車に夢中だったんですね。それで62になってまたバイクを始めました。なんかきっかけがあったんですか、また戻ろうっていう。やっぱり渋滞の時にね、うん、バイクだったらスイッチ引かれるんで、バイク乗ろうかなって思ったんです。排気量はもっとちっちゃくても良かったんじゃないですか。でもその時見たバイクがちょうどね、赤と白の CB1300 です、うん、ほう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 。今までだいたい黒系が多いバイクはね、はいはい、だけど垢抜けてるバイクだなと思ったんです。はあ、なるほど。最後に一言、何歳まで。最後の一言、はい。最後にここのそう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 、ちょっと分かんないですけど、まあ体の調子に。そうですね、はい、はい、いやこれからもね、本当に体気をつけて乗ってくださいね。ということで賞の発表お願いします。はい、トライアルのペアチケットを差し上げます。おお。続いては、年式が最も古いバイクの、バイクが古いで賞の発表です。さすがにここでパッと見て古いバイクに乗ってるかどうか分かりませんからね。そうですね、そうですね。それでは発表します。よろしく。浅川俊明さん乗っているバイクが、ハーレーの1948年式のパンヘッドで、まあ、いわゆるあのキャプテンアメリカ号ですね。で、あれが本物じゃないかって言われてるうちの1台なので、だいぶタンクとかそのあたりは直されちゃってるんですけども、うん、エンジンは間違いないので、まあ、もしかしたらバイクに乗ろうと思ったきっかけは。そう、最初は昔も自転車でどこまでも行ってたんですけど、うん、その株に乗って、うん、ひねれば走るぞと、うん、ガソリンさえ入れれば走るぞということでまず乗りました。もうちょっと排気量欲しいなと思って400買ったんですね、うん、あ、はい、次に400、はい、ドラッグスターの400だったんですけども、うん、父が、あのそこにいる父があのハーレーを買って、うん、で並んで走るじゃないですか、はい、排気量的にちょっと負けてるなっていうのがあって、うん、それで同じくハーレーを買って、でその後に、はい、まあ、同社で、キャプテンアメリカ号、うんうん、めちゃめちゃ羨ましい話ですよ。お父さんの背中を追って、今多分これねマイクがオフってたので、うん、独り言をずっと喋ってたんです。ここで僕ずっと聞、まあ、皆さんも静かに聞いててくれたんで聞こえてたと思いますけど、親父がね、英才教育ですよ。今でももう息子の勇姿をずっと携帯で、あのお父さんの中に記憶には携帯の画像しか残らへんねん。このかっこいい感じが。いやでもよう手に入れた。はい、アメリカンドリームです。これジャパニーズやけど。そんな
アメリカンドリームを掴んだ方にはこちらです、はい、トライアルのペアチケットを差し上げます。はい、おめでとうございます。いやすごい、いやもう当然、いやでもね、まあ、当然これでトライアルペアでしょ。ペアだからどなたとしますか。誰と言うか。彼女と言います。はい、親父は切り捨てられるというね。これからお大切に乗ってください。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。はい、どうも。続いてはあやみんが選ぶカスタムマシン賞です。横山智明さん。横山、あ、いらっしゃいました。おめでとうございます。横山智明と申します。バイクは、黄色いホンダのエイプに乗っています。おで、なぜ私が選んだのかと言いますと、まずあの車両の状態がすっごく綺麗で、で、あとこのシートがですね、すごくおしゃれだなと思ったんですけど、ちょっとこだわりとかあったら教えてください。はい、まあやっぱり一度、まあ、白いエナメルのシート、まあ、やっぱそれに憧れて、まあ、つけたいなと思って、まあ、元は違う色のやつがついてたんですけれど、まあ、シートの張り替えの業者に送って、で張り替えてもらって、でもうこのバイク乗り始めた頃からもうずっと使い続けてます。今回イエローですよね。そうですね、まあ、最初はあの赤いフレームに白い外装のものを探してたんですけれど見つからなくて、でいろいろ探してたら偶然この黄色と白のツートンが見つかって、でまあ、今となってやっぱあんまり同じ色のものが走ってるのを見かけないんで、うん、ものすごい気に入ってます、うん、では今後この、エイプに乗ってどこに行きたいですか。はい、静岡の、沼津に聖地巡礼に行きます。え、ちょっと待って。沼津にどんな聖地巡礼が。はい、あの自分の好きなアニメ作品の舞台になったので、うん、まあ、そこまでバイクで行きたいなと思います。商品の発表です。MotoGP のペアチケットを差し上げます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうおめでとう。すごいよね、ここまでせやけどさ、ちゃんとね聖地巡礼行きますっていう、うん、いいですよ、それはもう。勝手にツーリングアワード最後の発表は真人さんが選ぶカスタムマシン賞です。真人賞は斉藤拓也さん。選ばれると思わなかったんですけど。さあ、ということでございます、カスタムポイントは何でしょうか。カスタムポイントはまあ見てるとですね、はい、ラッキーストレですね。そうですね、これ見てグッとくる世代の人たちにはたまらないね。もうだいぶも乗ってるんで、いやいや、とは言いながらです、はやぶさでここまで作るっていうのはあんまりないじゃないですか。私は作ったけど、大体こう、なんすか、中古でこうパーツをこう見てながら、はい、こうちょっとショップにお願いして、ちょっとやってみたいな感じで。いやいや、だからやらないですよ、普通。いや、やっちゃうんですよ。そうですよね。で、やっぱりケビン・シュワンツは青春の一人、アイドルの一人。まあ、そうですね。いや、実際にちなみにケビン・シュワンツの走りは見たことあるんですか。いや、見たかっつうとそんな見てないじゃん。テレビでわかるぞ。テレビばっかり。いや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 、でもね、ケビン・シュワーツはだけど8歳とか出てきたりとかする可能性ありますからね。あー、出てますね。ねえ、だからそこから考えるとまだケビンの走りは見れるかもしれない、シュワーツの走りは見れるかもしれない。まあ見れるかどうかわかんないですけど、いやー、見たいですね。見に行ってくださいね。見に行きます。ねえ、ぜひよろしくお願いしたいかと思います。ということで、見事な、ラッキーストライクカスタム、ケビン・シュワーツレプリカ大早くさんに施した、あなたに贈るものはこれ、モト GP のペアチケット。はい、おめでとうございます。やった。今年はじゃあ無料で行けるか。そういうことで。あ、よかった。はい、ね、あ、そうなんですね。毎年知ってる。はい、ありがとうございます。いや、でもこれね、はい、もうそちらも持っていただいて、じゃああちらに、じゃあ僕これバイク持ちましょう。はいはい、たかだかとあれ、ほらほら見せてあげてくださいね。バシッとやりましたね。ご紹介した方以外に表彰された方はご覧の通りです。おめでとうございます。参加していただいた皆さんに今年も勝手にツーリングアワード盛り上げていただきました。ありがとうございました。続いては総合メンテ同好会です。バイクが大好き私、葉月美優が一人前のライダーになるため勝手に同好会を作っちゃいました。その名は総合メンテ同好会。今回は千葉県千葉市ホンダドリーム蘇我からお送りします。先生はホンダドリーム蘇我の頼りになる店長松永さんです。今回のテーマは前回に引き続き洗車です。
前回は洗車ということで私の知らないところをたくさん知ることができましたが、これ以上に何かすることってあるんですか？ここから最後本当の仕上げをしていきます。じゃあ実際やっていきましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、前回やってもらった、ホイールの部分です、はい、中に入っている成分が、ゴムに良くないものもあったりします。これとかディスクブレーキですとか完全にこう止まるところについちゃいけない場所についてしまう可能性もあるので、ウエストに出してもらってこうもう任意にこう、なるほど、綺麗にしたいところを拭いていきます。はい、すごい綺麗になってる感じします。どうでしょうか？ OK ですね、綺麗になりました、はい、下回りですね、はい、なかなか皆さん上しか掃除しない方が結構多いので、うん、下回りなんかも、掃除をしてあげる、はい、例えば、洗車してもらった窓、実は拭き残しがこうあったりしますので、本当だ、こういうのをちゃんと拭き取ってあげる、ね、このままやっちゃっていいですか？このままやって大丈夫ですよ。はい、もう綺麗、ピカピカですね、okay、もう一つこのシリコン滑り剤っていうもので、はい、どこをやっていくかというと、こういうワイヤー類を黒く磨いてあげるんですね。じゃあ僕がやったように、はい、葉月さんにはこのブレーキラインもちょっと磨いてもらいます。はい、わあ、ツルツルになってる。ブレーキラインはこのステンレスのこの金具の部分も磨いていただいても大丈夫ですので、じゃあ最後に、はい、フロントカール、もう一番前から見て気になるところですよね、はい、こことあとは安全運転をする上で、バックミラー汚れてると、後ろの視認性が悪いので、はい、そこを掃除して、終わりたいと思います、はい、やっぱ顔の部分って一番気になりますもんね。気になりますね。ここはかっこよくしてあげないと。気持ちいいですね、ガラスが綺麗だと。そうです見やすい。ピカピカですね。はい、はい、じゃあ最後ここですね、スクリーン拭いて終わりにしましょうか、はい、わあ綺麗。ここの汚れってすごい気になりますよね。気になります。どうでしょうか？綺麗ですね、はい、なりました。はい、洗車してバイクがピカピカになりました。私も綺麗にするのを楽しくてハマっちゃったかもしれないです。いいことですね、人間もお風呂入るのと一緒で、オートバイもやっぱ綺麗にしてあげた方が、大事に乗れると思います、はい、今後も続けてください。はい、頑張ってピカピカにします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ここでホンダドリームソガからお知らせです。はい、ホンダドリームソガ店では先日発売された、CB650 シリーズの視聴者もご用意しております。最新モデルに乗るチャンスですので、ぜひソガの方に遊びに来ていただければと思います。それとですね、いよいよくまモンシリーズのクロスカブも発売開始になりますので、ぜひご予約ご制約お待ちしております。さて時刻は、はい、夕方の16時ちょい過ぎでございますが、うん、今またここに、いつもの、駐車場、はい、いわゆるコレクションホールの真正面ですが、うん、ここにライダーが集まってきています。ずらずら。それなぜかというと、はい、勝手にツーリングワード、今年最後のお楽しみコンテンツ、この後国際レーシングコースをパレードするよ。フィールザモト GP サーキットパレード、今年も真人さんとあやみん先導でツインリンクモテギ国際レーシングコースをパレードします。レースも終わり、日が傾く頃、集まったバイクはおよそ250台。ホームストレートで10分間の記念撮影タイムを経てスタートします。間違いじゃん。
さあということで、はい、日が暮れまして、もうどっぷりと、まあ、どっぷりとどっぷりと言ってない、どっぷりとでなら分かるんですけど、どっぷりと日が暮れることはないですなかなかね、はい、今日一日ずっと勝手にツーリングアウトやってやって、その後パレードして、パレードして、でこの後皆さんキャンプですかね。いや、そんなキャンプですかね、俺あそこ泊まる、あそこちょっとあのグレーなやつ、グレーなやつ、あそこ泊まる三角テントですか。そうそうそう、だからあの今日泊まる人たちは別に来て遊びに来てくれたらいいね。え、テントの中に、うん、もう俺寝たくなったら寝るし。あ、じゃあ、え、真人さんここに泊まるんですね。当たり前やね、毎回毎回ここやがな。ここね、あの夜になるでしょ、はい、この辺ってね、明かりがないんですよ、うんうん、なくなるじゃないですか、もう真っ暗な中、もう星が八等星ぐらいまで平気で見えるから、老眼でもね、ちょっとそれ突っ込もうと思ったんですけどね、今回見慣れない光景がナビ族の人たちですね、これもうアバターの、アバターの世界でも、あの今年からですよ、これ。そう、初めてこのハンモッカーな人たちが出てきたの、うん、でもね、こうやってね、うん、あのみんなが集まって、はい、最終的なところ、全日本ロードレースを2日間にわたって楽しもうという、はい、あ、そうか、泊まれば次の日の決勝日も楽しめますもんね。そういうことなんです、うん、まあだからちょっとね、うん、俺たちとしては1日すんごいこんな波があったじゃないですか。もう大波小波じゃないですか、はい、ね、うん、もういろんなところでみんなが写真撮って握手して、ね、審査していろいろやってたんじゃないですか。しましたしました、やっとここに来てちょっと落ち着く感じですよ。まあ真人さんはこれからね、ここで泊まるんですもんね。それは何ですか、ここからまた木があるってことですか。いや、わかんない、いつも何時ぐらいまで お楽しみしてるんですか。お楽しみって別にあれですけど眠くなるまでやってますよ、眠くなるまで。本当にパワフルですね。いや、パワフルなんじゃないですよ、多分。そろそろお時間です。本当にたくさんの人たちがご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございます、ね、今までの話がなかったかのようなトークをしておりますが、はい、でも本当に、こうやってみんなが集まってくることで、うん、我々も、一緒に盛り上がることができる、うん、でね、なんかもうみんなすごいですね。何ですか。あっという間にもうSNS にこの今日のやつバンバン上げてますから。そうですね、それあやみちゃんがまだね、素敵な写真撮ってたんです。そう、国際レーシングコースのしかもスタートのところで、そうね、バシッと皆さんの笑顔を撮れましたので、まあまあいろんなことがね、またツインリンクも楽しいことございます、はい、そしてホテルの方もなかなか泊まりも良くなっております。こうやって、ステイエリアで遊ぶもよし、ファミリーで泊まれる方は、うん、ホテルに泊まるのです、はい、いろんな形で楽しめるツインリングもぜひね、そして週刊バイク TV も15周年を迎え、15周年ね、真人さん駆け抜けましたね。そうですね、駆け抜けましたね、はい、その話なんかも今日は残ってやるんです。あ、この後ね、はい、はい、というような形で夜はまだまだ長うございますが、番組はそろそろ終わりの時間となりました、はい、勝手にツーリングは本当に楽しかったです、はい、皆さんまた遊びましょうね、よろしくお願いします。というところで、お時間となりました、お相手は私真人と志田あやみでした。じゃあ皆さんまた来週、バイバーイ。ここで月間プレゼントのお知らせです。こだわりの時計を生み出すケンテックスより、バイクライダーのために設計開発されたライダーウォッチという新しいバイクギア、モト R を1名様に。安心と信頼のセキュリティを生み出す世界的ロックメーカーマスターロックより、ナンバー可変式南京錠を8名様にプレゼントします。ご希望の商品を明記の上、宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。